恐怖王は江戸川乱歩の表した中編探偵小説である。1931年6月から1932年5月まで講談クラブに掲載された。挿絵は第2回まで林唯一、第3回以降は峰田博士。なお連載中、8月、11月、12月と合計3回救済している。そのため、 長編とは呼びたい分量に終わった。賑やかな内容であるが、中盤から高等無形の展開が多くなり、多くの謎は最後まで明らかにされることなく、唐突に結末がつけられている。乱歩は、この作品を失敗作だとみなしていた。書簡は1932年5月に出版された平凡社版江戸川乱歩全集の第13巻。なお、 商人探偵団シリーズ仮面の恐怖王は本作とは無関係な別作品である。恐怖王と呼ばれる怪人が日本を侵犯させていた。恐怖王は盗んだテール子の死体とゴリラ男との結婚写真を商兵に送りつけたり、腕に恐怖王の入れ墨をしたり、米粒に恐怖王恐怖王恐怖王と細かい文字を刻んだり、 飛行機雲で恐怖音との文字を空中に描いたり、と、ありと、あらゆる手段で自己顕示欲を満たすかのように振る舞っていた。探偵小説家、オ江エランドーはひょんなことから、その恐怖王に狙われるのだった。恐怖王とは何者なのだろうか。ありがとうございます。